に関するさまざまな話題をお届けする海と日本プロジェクト。今回は高校生ゴミ拾い日本一を競うスポゴミ甲子園決勝大会をご紹介します。東京隅田川エリアでスポゴミ甲子園2021決勝大会が開かれ、全国30のエリアから代表チームが集結しました。大分県代表はこちらのチームです。大分県代表、スカチルの斉藤です。ちくまです。富田です。大分県大会でも優勝したように全国大会も優勝します。勝つぞ。パワー。競技のスターターを務めたのは水泳競技のオリンピアン松田丈志さんです。それじゃあいきます。チェンジオーザブルー。スポゴミ甲子園は3人1組でチームを組み、制限時間60分間で規定エリア内のゴミを拾い、その質と量をポイントで競い合います。海洋ゴミ問題への気づきをテーマに開催されるこの大会は、仲間と楽しみながらゴミを拾い、町や海のゴミ問題を自分ごととして捉えてもらうことを目的としています。大分県代表チーム、スカチルの3人も頑張っていますね。大分県の時と違って、そのどこに何があるかとか全然分からなかったんですけど、まあ3人でがむしゃらに駆け回っていっぱいゴミ集めれたんで、もう満足です。3人同じクラスで、まあ、仲も長いということでチームワークで、まあ、なんとか補ってかなりの量を拾うことができたので満足です。東京で、まあ、大分県と違う場所で、まあ、ゴミをたくさん拾うことができて、で、まあ、チームワークと、あと何よりこの服装で最後まで、まあ、自分の、まあ、アイデンティティを通すことができて良かったです。楽しかったです。全チームの計量が終了。見事日本一に輝いたのは愛媛県代表、ビッグウエストベーカリー。大分県代表、スカチルは全国31チーム中8位という結果でした。ゴミ拾いとスポーツを融合したスポゴミを通して、今後次のアクションを起こす人材に育ってくれることが期待されています。海と日本。